どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、新千歳空港に来ておりまして、本日もですね、ANA のダイヤモンド修行を続きね、やっていきたいと思います。で、今ね、新千歳空港におりまして、ここからですね、羽田を経由して鹿児島で、鹿児島から戻ってくるっていうね、往復路線ですね。今回ね、 ANA のバリュートランジット28で撮っております。で、ここの路線ね、 PP 単価が結構いいんですよね。このバリュートランジット28っていうのは、今ね、 ANA のプレーンポイント2倍キャンペーンでね、羽田じゃなくて沖縄か、沖縄路線がこれ2倍キャンペーンから外されて、まあ、それでね、結構調べたんですけども、この千歳からね、鹿児島の往復っていうのはね、結構良くてですね、稼げるプレーンポイントが4132なんですよね。で、それが今回2倍キャンペーン乗れておりますんで、8000ちょっとぐらいね、この往復で稼ぐことができるっていった形になるんですよね。で、価格がですね、これまた安くてですね、44000とかで、ね、PP 単価はですね、さっきね、計算したんですよ。PP 単価 4.7円ということで、結構いいですよね。ということで、本日はですね、この千歳空港から東京乗り継いで、鹿児島往復のね、バリュートランジットで ANA ダイヤモンド修行ね、やっていきたいと思います。でですね、今朝の10時でフライトが11時半ということで、ちょっとね、時間がありますんで、前回もね、行ったんですけども、展望デッキね、この新千歳空港の展望デッキ非常に良かったんで、またね、ちょっと見てからね、チェックインね、していきたいと思います。それではね、展望デッキ着きました。いや、本当にいつ来てもいいですね。今ボーイング787がそこに止まってます。でね、ちょっとね、もうちょっとしたらね、見えなくなっちゃうと思うんですけど、ちょうど今ね、ピーチがね、飛び立つところですね。いや、いい、この新千歳空港の展望デッキ本当にいいですね。じゃあ、このピーチの離陸を見送っていきましょうかね。いや、音がいいですね。ちょっと移動します。いや、飛ぶところまで入らないか。あー、すいません、鉄の柵にかぶりましたね。あ、今ちょうどすんごいちっちゃく見えてるけど、ちょっと映像じゃ分かんないかもしれないですね。ということで、今ね、続々と飛行機がね、来ておりますね。またこの朝の時間帯はね、着陸も多いですしね、いいですね。で、向こうからまた ANA が1機こちら入ってきますね。あれは機体は何だろうな、787ではないですね。いや、787でしたね、失礼しました。いや、目の前でこうやって見れるのマジ最高ですね。それでは行きましょうか、チェックインしていきたいと思います。今離陸しますかね、どうでしょう。あ、しそうですね。見送りましょう。なんとか。いや、でも映像で見えてるか微妙なラインですね。ということで、チェックインしていきましょうか。それではですね、無事チェックインすることができました。こちらね、さっき上で見てた飛行機ですね。で、ひとまずですね、千歳から羽田です。 ANA 58便の11時20分締め切りの、今回は 12A という座席ですね。窓側を取っております。あとね、40分ぐらいあると思いますんで、スイートラウンジにね、待ちたいと思います。ということで、ラウンジを出て、本日はこちらです。 ANA 58便の東京行き、東京を乗り継いでね、鹿児島に向かいます。いや、まさにね、修行っていう感じですね。では、もうしばらくして登場すると思いますんで、待ちたいと思います。じゃあ、スターライズゴールドメンバー様、専用のエレイでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
でですね、このシートポケットにはチケット袋ですね。足元はこんな感じになってます。 12A という座席です。2つ分ぐらいですかね。ちょっとこのボックスがあるんで、このね、窓際の席はね、まあ真ん中に比べてちょっと狭いんですかね。でまあ真ん中にもありますからね、微妙なラインですね。はい、で右側の方にですね、ここにリクライニングボタン、ちょっと光があって見えてないんですけど、ここにリクライニングボタンと、まあ、簡易的なリモコンがねあります。でここにねイヤホンジャックがあって、多分音楽とかね聴けると思います。奥にね見えてるのがエアバス350ですかね、チャリの。あれもね、私乗ったことはないんで、チャリの修行しつつ乗りたいですね。いやもうせっかくね、ジャルの仕様もね、国際線がね、徐々に乗れ始めそうな雰囲気が出てるんで、国際線で仕様したいですね。ロールストロイスのエンジンが真上となっております。まだね、続々と登場しておりますんで、もうしばらくね、待ちたいと思います。お願いいたします。お客様に安心してサービスを受けていただくために、客室乗務員がマスクと手袋を着用しています。また機内ではアルコールシートとビニール袋をご用意しております。ご希望の客様は客室乗務員にお知らせください。お使いになりましたアルコールシートはビニール袋にお入れください。ご協力をお願いいたします。しました。エアドゥの飛行機がちょうど着陸するところで、なんか不思議な感じでしたね。ということで約1時間のフライトですね、楽しんでいきたいと思います。いやありがたいことにですね、隣席ブロックいただいておりますので、隣席はねいらっしゃらないといった形になります。それではドリンクサービスが始まりました。今回ねちょっとめちゃくちゃ眠いんでコーヒーにしました。いただきましょう。それではいただきましょう。いただきます。実はっていうわけじゃないんですけど、まあ、今回ね札幌からスタートしましたけども、まあ、朝一で、ね、羽田札幌乗ってからのこのバリュートランジットスタートっていう感じで、今日もね始発で羽田空港してます。それは眠くて当たり前なんですけど美味しいです。いややっぱりね1日4本乗るって考えると、もうそれだけでね修行だなっていう感じがしていいですね。でも今もう本当にこんな感じになって、国際線で修行とか考えた時に、入国するのにも PCR 検査の陰性証明書が必要とかで、出国して日本に行くときにはその時にまた PCR 検査で陰性証明書が必要とか、そういった感じになってくると、本当にもう国際線の使用なんてできないのかもしれないですね。手間もかかりそうですし、もちろんねお金もかかる
して東京乗り継いでニューヨークとか行けないかもしれないですね。ちょっとね、最近そういうのを考えててできるようになればいいなって思いながらね、いるんですよね。チャリの使用もいつかしたいなと思いながら、まあ、まだしてないんですけどっていう感じで、コーヒー美味しいです。それではね、あと50分ぐらいだと思うんですけど、しばらくボーイング787楽しみたいと思います。いや本当に揺れないですね。それですね、羽田空港到着しました。でね、今1時20分で、次の便がね、2時締め切りということで、お昼をねどうにか食べたいなと思って、ちょっとスイートラウンジでねちゃちゃっとおにぎりだけいただいて、すぐね、搭乗口行きたいと思います。しかもね、今回はバスということで、ちょっと早めに、ね、行かなきゃいけないところなんで、急いでラウンジ行って搭乗口行きたいと思います。いやもうちょっとね余裕あると思ったんですけど、全然なかったですね。では行きましょう。ということでラウンジ入ってきました。13時40分にゲートにてくださいということで、今ね13時25分なので、5分で、ね、食べていきたいと思います。ではいただきます。ということでバスランチね到着いたしました。今回ねこんな感じですね。ANA 625便の14時発ですね、34K という座席です。ここにね13時40分に着けばいいっていうことでしたので、今、ね、まだ13時35分ということで、結構余裕で到着できましたね。バタバタでね、もうちょっとゆっくり、まあでも2、3分ですからね。ということで搭乗始まるまでね、これで待ちたいと思います。バスで移動するってことは沖止めなんですかね。そしたら結構楽しみですね。では行ってきたいと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございます。お待たせいたしました。まもなく元崎です。車内に忘れ物落とし物なさいませんよう今一度ご確認ください。本日は ANA をご利用いただきましてありがとうございます。こちらの機材、通路が一本のものとあります。前の方と間隔を空けましてゆっくりお進みくださいませ。それでね、無事登場いたしました。今回ね、エアバス321です。ということなんで、いいですね。今回ね、モニターがある座席となっております。すごい反射してますけど、今回モニターありですね。こんな感じになってます。で、USB ポートもイヤホンジャック
くリモコンですね、あります。足元もこんな感じ、広いですね。さっきの方がやっぱり広いですかね。ボーイング787こんな感じになってます。で今回ね34の K ということでバッチリね外も楽しめます。あれはボーイング737ですかね、止まっております。間違ったらすいません。いやすごい久しぶりの置き止めでしたね。今回の修行で置き止めあったかなっていう感じですね。いやいいですね、いろんな飛行機が見れて。それではドアが閉まるまでもうしばらく待ちたいと思います。飛行機の左右両側にあります。お近くの非常口をお確かめください。 Emergency exits are located on both sides of the aircraft. Check your nearest exit. 乗務員の指示に従い行動してください。機内の空気は約3分で入れ替わります。客室乗務員はマスクを着用します。機内の定期的な清掃消毒を実施しております。皆様、シートベルトは緩みのないようしっかりお締めください。ですけど、やっぱりいいですね。降りたがれて。
皆様、鹿児島空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は6番ゲートに到着する予定です。皆様、ANA とスターライアンスパートナーのコードシェア便をご利用いただきましてありがとうございました。それでは無事鹿児島空港を到着いたしました。重ねて皆様が飛行機をお降りになる順番についてご案内いたします。ありがとうございました。ということで鹿児島空港到着いたしました。ちょっとですね、もともと取ってた便はもうちょっと早い便で、鹿児島空港はね、乗り継ぎが2時間半だったかな、あるね便だったんですけど、その便がね、残念ながら新千歳から羽田便がね欠航になっちゃいまして、結局ねこの時間の便になってしまったということで、乗り継ぎがね20分ぐらいしかないんですよね。ですので残念ながらね、いつもだったらちょっとね外に出て飛行機ねちょっと見てからねまたねチェックインみたいな感じでねやりたかったんですけども、残念ながらねそれもかなわず、このまま飛行機待ってね乗ってまた羽田ね帰りたいと思います。ということで、あとね20分ぐらいね時間ありますんで、鹿児島空港にはね ANA ラウンジがあるはずなので、ちょっとね行きたいと思います。ということで、鹿児島空港ねこんな感じで搭乗口からね飛行機がバッチリ見えるんですよ。いいですね。これ右側に映ってるのは今私が乗ってきたエア321ですね。でこっちに IWEX があると、今ちょうど JAL が飛んでいきます。おー、こういうのもねここから見れるって本当にいいですね。ということで、まあこれね私が乗ってきた飛行機なんですけど、この飛行機でまた羽田帰りますんで、おそらくお帰りなさいパターンだと思いますねということで ANA ラウンジでちょっとね15分ぐらいねゆっくりして搭乗していきたいと思います。鹿児島空港の ANA ラウンジはこちらですね。では行きましょう。こんな感じになってます。まあ ANA ラウンジなんでね、おかきとお酒とソフトドリンクとねビールありますね。それではいただきます。トマトジュース、とりあえず次で3本目で頑張っていきたいと思います。それではですね、搭乗ゲートに着きました。もうそろそろね、搭乗開始になると思います。今グループ1って言いましたかね。あ、来ましたね。では登場していきたいと思います。ということで無事ね搭乗いたしました。ちょっとね残念ながらですね、同じ方面の窓側になってしまいました。 31K という座席ですね、先ほどとね同じ飛行機で、同じ CA の方で帰ります。3人の方ですかね、お帰りなさいませいただきました。ということで今回ねエアバス321で羽田空港まで帰りたいと思います。外の景色もさっきと全く一緒ですね。はい、ということでドアが閉まるまでしばらく待ちたいと思います。まあ、行きの便はね隣席ブロックいただいたんですけど、おそらく帰りの便もね隣席ブロックいただけてると思います。ではドアが閉まるまでしばらく待ちたいと思います。皆
様、こんにちは。スターアライアンスメンバー ANA 東京行き628便をご利用いただきありがとうございます。ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board。 機内の安全についてご案内します。必ずご覧ください。 Please pay attention to the following safety instructions。 手荷物は重ねないように座席の上の物入れまたは前の座席の下に収納してください。手荷物が滑り出る恐れがあります。 Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front and do not stack items on top of each other as they may fall out。 通路や試乗口付近には手荷物を置かないでください。 Nothing should block the aisle or exits。 離陸着陸の際は座席とテーブルを元の位置にお戻しください。 Return your seat and table to the original position for takeoff and landing。ベルト着用サイン点灯中並びにお座りの間は揺れに備え常にシートベルトを緩みのないようお締めください。 Please keep your seatbelt securely fastened whenever you are seated in case of sudden turbulence。 外す場合は金具の片方を持ち上げてください。 To unfasten, raise the flap。 電波を発する状態の電子機器はご使用になれません。 The use of electronic devices that emit radio waves is prohibited。 電源を切るか機内モードなどに設定してください。 Please turn them off or set them to airplane mode。機内は通路を含め禁煙です。化粧室でのタバコは電子タバコ、加熱式タバコを含め航空法で禁止されています。Smoking and the use of all smoking devices is prohibited in the cabin, including in the aisle and lavatory. 緊急時は乗務員の指示に従ってください。In case of emergency, please follow our instructions. 酸素マスクが降りてきた際はマスクを強く引き寄せ、鼻と口に当てて呼吸します。If oxygen masks drop down, pull a mask towards you.Place it over your nose and mouth and breathe normally. ご自身のマスクなどは外し、酸素マスクを直接つけます。Remove your own mask and then put the oxygen mask directly onto your face. ゴム紐は頭にかけ、長さを調整します。Put the elastic band over your head and adjust it by pulling the ends. 衝撃に備える姿勢をとります。In an emergency, brace for impact. 非常口は飛行機の左右両側にあります。お近くの非常口をお確かめください。Emergency exits are located on both sides of the aircraft. Check your nearest exits. 乗務員の指示に従い行動してください。Remain seated and wait for instructions. 脱出時の撮影は禁止です。Photography is prohibited during evacuation. 手荷物は一切持たないでください。脱出の妨げやスライドを破損する恐れがあります。 Leave all baggage behind as it may hinder evacuation or damage the slide。 ハイヒールは脱いでください。先の尖ったものはスライドを破損する恐れがあります。 Remove high-heeled shoes and other items with sharp points as these may damage the slide。 両腕を前に伸ばし上体を起こして滑ります。 Put both arms out, sit up straight and slide down。 スライド下での援助をお願いします。Assist other passengers after sliding down. すぐに飛行機から離れます。Move away from the aircraft immediately. 救命衣は座席の下または横にあります。A life vest is under or beside your seat. 頭からかぶり、両方の金具を留め金にかけ、左右に引いて締めます。Slip the life vest over your head, fasten the buckle and tighten the straps. 非常口または翼の上で前の引き手を強く引いて膨らませます。Inflate the life vest at the door or on the wing by pulling the red tabs down.膨らみが足りない場合は両側のゴム管を吹きます。 If you need more air, blow into the tubes. 座席ポケットの安全のしおりをご覧ください。 Please look at the safety instructions card in your seat pocket. お手伝いが必要なお客様はお知らせください。その他ご質問がありましたら客室乗務員にお尋ねください。 If you require assistance or have any questions, please contact a cabin attendant.
皆様、羽田空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。皆様お待たせいたしました。空機は間もなく停止いたします。重ねてのお願いとなり大変恐縮ですが、改めて客室乗務員がご案内するまでプレミアムクラスを含む全てのお客様は座席上の手荷物を取り出さず席にお座りのままお待ちください。ご協力をお願いいたします。ということで羽田空港到着いたしました。次の便はですね、8時発の札幌行きということでこんな感じになってます。 ANA79 便ですかね、58番ゲートということで1時間ぐらいね時間がありますので、 ANA スイートランチでねちょっとちょうど7時ぐらいということで夕飯いただきたいと思います。まあおにぎりなんですけどね。ということでこんな時間にね羽田空港を私利用するって帰ってくることはねもちろんあるんですけど、今この時間からね出発するってなかなかないんで、出発ロビーって全然もう人いなくなるんですね。まあ当たり前なんですけど夜遅くなってくるんで、いやなんかね新鮮でいいですね。ということで1時間ぐらいね平年スイートラウンジでちょっとゆっくりしつつ搭乗ね待ちたいと思います。ということで ANA スイートラウンジ出ました。いや今回ね4フライト目の最後のフライト、もうね搭乗ゲートに来たら搭乗開始しておりましたので、本日最後のフライトね楽しんでいきたいと思います。お客様もお待たせいたしました。こんばんは。ゆっくりいらっしゃいませ。ということで無事ね購入いたしました。今回ねこちらです。朝乗ってきたのと一緒ですね。トーイング787ということで今回ね 40K というね座席になっております。でねかなりね搭乗率が低いみたいで、もう隣席ブロックのねレベルではないこの1列ブロックですね。はい、横1列誰もいらっしゃいません。で今回ね 40K という座席はこの飛行機はね333の配列なんですけど、この 40K だけね窓際2席しかなくて、こういった感じでね座席の隣にスペースがある感じになっております。でちょっとねスペースがある関係で窓がねちょっと遠くなるという感じですね。でモニターはなくてですね、足元はこんな感じになってます。まあ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 拳2個分ぐらいでいいんじゃないでしょうか。広いですかね。まあこっちも何もないですしね。はい、という感じになってます。今回ですね8時出発のフライトということで、まあ結構遅めのねフライトだと思うんですけども、こんなに搭乗率下がるんですね。かなりびっくりしております。それはね約1時間ぐらいのフライトね楽しみたいと思います。まだですね搭乗してるんですかねドアが閉まったっていう声は聞こえないので、もうしばらくねドアが閉まるまで待ちたいと思います。皆様ドアが閉まりました。皆様が指定された座席に着席していることを確認して出発いたします。よく手に触れる部分に対する定期的な消毒除菌によって航空機内での感染リスクは限りなく低くなっています。でもどうぞ気をつけてお過ごしください。皆様まもなく帰宅いたしました。お締めのシートベルトをどうぞもう一度お締めください。
ID だったのかな、エコノミークラス、ANA のエコノミークラスだった、それも ANA のダイヤモンド仕様の帰り、そうですね、帰りの、そこは得点だった、そこの部分は得点だったんですけど、めちゃくちゃガラガラで、ちょっと機材は動いてないですけども、3列で333で、でもほとんどの席が1人ぐらい、あの横1列1人か2人ぐらいしかいなくて、みんなエコノミークラスで、ね、この肘掛けをね上げて横になってみんな寝てましたね。その時の音をね思い出しましたね、この好き好きの感じ。いやいいですね、たまにはこのぐらい空いてるのもいいですね。この札幌路線っていうのは結構混雑してるイメージなんで、夜の海はこんなにつくんですね。いやビーフのコンソメスープめっちゃうまいっすね。おそらくお客さんも全然いないんで、飲み物サービスもねかなり早めの提供だったと思いますんで、あと1時間ぐらい多分あると思いますので、ちょっとねゆっくりしていきたいと思います。ちょっと眠気もね結構来てます。でもこの今ねここで寝ちゃうとね、あのホテルについてからねまた寝れなくなると困るんでね、ちょっとこの機材で Wi-Fi も使えると思いますので、ネットサーフィンでもしたいと思います。それではね着陸態勢に入りました。もうそろそろね着陸となります。いやもうそろそろ4本目まで終わっちゃいますね。いや修行してる最中ね仲間ぐらいの時はね結構きつかったりするんですけど、もうそろそろ終わりになるとね結構寂しくなってきますよね。あの飛行機ロスみたいな、修行ロスみたいになりますよね。それでは新千歳空港到着いたしました。最後のねまとめに関してはこの後ねちょっとホテルに行きますので、ちょっとね急いで電車に乗らなきゃいけないっていうのもありますので、ホテルに着いてからね最後のまとめね話したいと思います。新千歳空港の、ね、夜景もね非常に綺麗でしたね。それではね飛行機が止まるまでもうしばらく待ちたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ということでホテルね到着いたしました。今回ね ANA のダイヤモンド仕様ということで、新千歳から羽田を経由して鹿児島の往復ねやってまいりました。バリュートランジット28で乗ってきたわけなんですけども、今回ね獲得できたプレーンポイントは4132プレーンポイントということで、今回ね2倍キャンペーン乗れておりますので8264プレーンポイントですかね、獲得することができました。で今までねやってきた総獲得プレーンポイントが合計すると、92,444プレーンポイントということで、いやー来ましたね。
あとね、7556プレミアムポイントで ANA のね、ダイヤモンド修行終了、まあ防衛ですね、することができるっていった形になります。今回ね、ここで一旦ね、動画区切らせていただきますけども、またね、明日ですね、新千歳からまたね、違うバリュートランジットをね、乗りたいと思っておりますんで、そちらもね、ぜひ楽しみにしておいていただければなと思います。で、このホテルはですね、今回ね、ベストウェスタン千歳っていうホテルで、もうね、キャンペーン終わっちゃったんですけども、千歳割っていうのがね、ありまして、ここのホテルね、8000なんですよ、1泊で。その千歳割で5000割で、さらにね、2000のクーポンもらえるということで、実質1000円でね、宿泊させていただいてるんですよね。非常にありがたいですよね。まあ、ここもね、ベストウエスタングループということで、宿泊するのね、かなり久しぶりなんですけども、コンパクトでね、綺麗で、とてもいい、良かったですね。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。